ある日、少女 T と少年レモンがいました。T はまだ幼くて泣き虫です。少年レモンはとても勇敢な少年でした。ある日、T とレモンは森へ出かけることになりました。その時、目の前にあったとっても大きな木がありました。一番上に登ったら、なんと夏の大三角形が見えました。T は驚きのあまり、わあ、すごい!と言いました。レモンもとても感激して声が出ないほど驚きました。星が綺麗で毎日毎日通うことにしました。そのうちそのツリーにはこう名前がつきました。スターツリーハウス。